バンカーに通信。こちら 2B、 応答せよ。オペレーターより 2B さん、大丈夫ですか？現在ボディチェック中。基本機能に問題は見られず。よかった。それよりも状況を教えてほしい。わかりました。海岸に襲来していた超巨大機械生命体ですが、8時間前の 2B さんたちによる攻撃によって停止しました。8時間も。各地の通信施設が EMP 攻撃の影響で使えなくて、現在復旧が遅れている状態です。データアップロードができなくなっているエリアもありますので注意してください。ナイエスはどこに？それがかすかなブラックボックス反応はあるのですが、現在地を特定できていません。ブラックボックス反応があるのなら生きてるはず。 9S の捜索を開始する。司令官に許諾申請を。司令官からはすでに残存ヨルハ部隊の捜索を優先する命令が出ています。 9S さんをお願いします。了解。ポット、付近のブラックボックス信号を検索。ブラックボックス信号検知できず、微弱なブラックボックス信号の検知には特殊なスキャナーが必要。特殊なスキャナー？レジスタンスキャンプで使用実績あり、推奨。レジスタンスリーダーからの情報入手。了解。
スカーより 2B さんへ。こちら 2B。 実は各地のアクセスポイントが壊れてしまったみたいで、超巨大機械生命体の EMP 攻撃の影響みたいです。もし移動中に壊れたアクセスポイントがあったら修復をお願いします。了解。アクセスポイントの修復完了。何か用か？微弱なブラックボックス信号を検知できる特殊なスキャナーを探している。特殊なスキャナー？ ああ、奴らが作っていた機械か。ちょうど遠征から戻ってきているな。そのあたりに赤い髪のアンドロイドがいるから、そいつに聞いてみろ。トゥビ、赤い髪のアンドロイドは？いや、何でもない。なんだお前。そんないきなり喧嘩腰はダメじゃない、デポル。ポポルは不用心すぎるんだよ。ごめんなさいね。何かご用でも？微弱なブラックボックス信号を検知できるスキャナーを探している。ああ、そういえば前にそんなのを作ったな。こんなのでよければやるよ。そのチップをセットすれば創作の手助けになるわ。ブラックボックス信号以外にもクエストで指定したオブジェクトや他にも貴重な資源とか、そういうものに反応して音を出してくれるから。ま、うざったい時は外しちまえ。他にも必要なものがあれば聞きに来てね。あんまり私たちと仲良くしない方がいいけどな。デフォル、
生命活動の継続を確認。ポット、チェックモジュールとロンリーウイルスワクチンを。信号はバンカーに送ったから、救援はすぐに来ると思う。ありがとう。我々は同行していたヨルハキ隊、ラインエースを捜索している。情報があれば提供してもらいたい。どんな情報でもいい、お願い。ラインエース、あなたと一緒にいた男の子、あの子なら確か爆発時に飛ばされてた。方角は？落下予測地点のデータを渡す。ありがとう。救援部隊が来るまで安静にしていて。目標地点の情報を入手。マップにマーク。9S の落下予測地点。微弱なブラックボックス信号を検知。地下洞窟内方向からの受信。信号が発信。
禁されている位置から遠ざかっている。道を間違えたか。戻って別のルートがないか調べよう。こんな奥までナインエスが入ってきてるのか。警告、敵の罠の可能性。罠でも構わない。症状の物質、詳細についてはデータ不足のため不明。誰がこんなものを。不明。どうして死体が。ヨルハブ隊員が自力で侵入した可能性は低い。予測、意図的に敵によって配置されている。ようこそ我が町へ。私たち機械生命体は人類の脅威。愛や家族、戦争や宗教、人類の記録を読み解けば他に例を見ない複雑さに魅了されるばかり。この町もそうした人類への渇望が生み出した場所の一つ。君たちアンドロイドの墓場にはもったいない崇高な場所だろう。私たちは人類の特徴を学び模倣する。あるものは愛を、そしてあるものは家族、そして私は気づいた。人類の本質は戦い、奪い、殺し合う、それが人間だ。その口で人類を語るな。崇拝する人間たちのことは悪く、気を悪くしてだが、それが真実。私は人類の本質に到達した。ネットワークにつながれた私たち機械生命体だが、無限に続くデータ、生の実感はない。進化は理解できない。だから私は命を懸けて戦うことにした。ネットワークから自分を切り離した。さあ殺し合おう。
君のために用意したんだよ。戦うためにはそれにふさわしい理由が必要だろう。貴様殺す。そうだ、その感情憎悪だ。ナイエス帰ろう。ナイエス。